はい、売店のごとくの次は満行政府の11月の月例誕生会です。今回は、10月25日から11月の25日までです。こんな人たちです。はい、皆さん拍手で。満行政府ではこのような形で、誕生月を迎えられた方を、会社の社長のところに呼んで、みんなでいろんなご飯を食べて面白い話をしましょうということで、今みんなが食べているのは、満行の近くに営業されている食堂やレストランのやつですね。まあ、あの関西で僕が言ったところ、こういうのを店屋物、店屋物っていうんですけど、三重県ではそういう言い方します？店屋物、店屋物を取る、はい、天山のサンドガサって言っても2人しか分かんないかもしれない。天山のサンドガサやろみたいな。君ら2人でなんかグループできそうやな。ビル・アン・グレイなんか君はなんか竹中君のお兄さんみたいな感じで。はい、じゃあ山崎太平君。誰？山崎なんて言う？あ、僕です。山崎、うん、山崎なんて言う？太平です。大平、ほんまそうな。はい。大平三郎四郎ってお出してる。あ、してます。あ、社長が好きなスポーツ、またやってるスポーツはありますか？まあ、一応、合気道を休み休みやってます。あと娘が今年からバドミントン部に入ったんで、バドミントンをちょっと第三工場にコートを作りましたんで、皆さんもラケット置いてますね。自由にやってみてください。楽しいですよ、バドミントン。君は？あ、僕ですか。あ、僕はバスケやってます。おー、はい、コートがあるから、コートというか、箱があるから、たまにやってないとで、はい、私が今ハマってるのはゴルフや。バスケとか入れへんやんか。仕事あったら打ちっぱなしよく行ってるんですが、とても気持ちよく楽しいです。まだコースには一度しか出ないですが、もっとスコアが出る。小柳君とかに小翔君とか連れてもらえばいいね。たまに小翔さんに。あ、そうだと、はい、冷たい男代表の腰って。そんなことです。面白かったよ、昨日服部美穂さんが日本に書いてて、洗い物してたら星尾さんが入ってきて、すごい冷たい態度をされました。私たちですが、星尾さんは知らない人には冷たい態度をするんですねって書いてたら、星尾がそれ、僕は世界で一番冷たい男です、僕の心をハートを掴んでみてって書いてた。なんと素晴らしい会話なんやみたいな。満響の人を全部 ABCDEいろいろ宛名を入れて作ったろうかなと思って。B はブサイクみたいなね。A はアカンとかね。もう絶対発表できないやつですね。北谷さん、滝に北の CD の表紙、あ、ジャケットね。表紙、その言葉は出なかったよな。表紙です。米と決めたのは、まあ稲穂ですけどね。どうしてでしょうか。どうしてだかというと、まあもともとこれプロデューサーの酒井良樹さんだっけ、酒井さんがいるんですけど、まあ、三谷さんと一緒にやった三谷さんが自分で CD を出す予定があるんで、自分の名前あまり出したくないということだったんで、じゃあ滝町オールスターズというふうな名前でやって、で滝町ゆかりの写真をいっぱい岸川さんにもらって。やったんですけど、まあ一応番郷ブルーを入れたかったからって言ってましたね。うん、全部だからこのうちの会社の色になってますね。この青空を映したかったということで、はい、どうですか、いいジャケット。いいジャケットです。で開けると僕ら の、全部見ました。全部見て、うんうん、お会社が喜んでたよね。プロデューサーっていうことですね。はい、ありがとうございます。松林さん、むつみ、はい、好きなお酒は何ですか？好きなお酒はね、僕はね、去年痛風になったんで、焼酎とハイボールをよく飲んでますね。なんていうのか、だからまあ別に何でもいいって、家では焼酎ばっかり飲んでますね。焼酎飲んでますよ、焼酎。水割りとかお湯割りで焼酎、焼酎トレインですよ、本当。日本酒はちょっとまったり感があって、うん、こうなんか人とグダグダ飲むときはいいんですけど、なんかこうつまみながらちょっとやる。焼酎は早い感じがいいんだよね。
あのセルフ給油してる感じセルフ給油してさガタガタってやるやんあれあれなんか抑えんでええグッズ出してくれたらなんか絶対売れるのよな100均とか売ってんのかななんか消防法とか決まってるじゃないですかいやだからなんかそういうのあったらええのになってでもその法律があるじゃないですかもしあったとしてあそんなだから内緒でやればいいあかんの嘘ですよ冗談ですそれをなんていうんですかねこの焼酎をまあいろいろそういうのこだわられる方ってあるんですけど僕はあまり銘柄とかはこだわらないなんかいつも買うときはパックのやつの一番安いやつを選んで買ってますねよく聞かれるんじゃないですか麦ですか芋ですかって、うん、まあなんか別にどうしてもいいんだけどみたいな思っている自分がありますねでも、うん、でなんかで絶対どっちか言わんとあかんからもう麦ですっていうことしてんだけどそんなどっちでもいいなんか麦の方が臭くない感じがするみたいななんかいろいろ試してみたけど別に梅酒つけるホワイトリカーで作っても同じ味なんですよ、ね、焼酎って、まあ、蒸留酒はやっぱその変わらないっていうことに気づきました君はどんなお酒が好きなの松林さん私はまあでも飲む時は焼酎飲んでますうん、はい、なんかねだからやっぱりこう酔いが冷めるのも早いし変な酔い方ワインとか飲んだらすごい気持ち悪くなる時あるからね、愛子ちゃんのお酒とか飲む最近チューハイなんかねいきなりチューハイ頼む人あるんですよ男の人でもそれってどうなのってまあマスヤの浜田社長ですけどねお前酒屋の社長やのにいきなり飲む前から牛乳飲んでバッグの牛乳プラス そんなんなんか 500cc ぐらいとか買ってきて飲んでんのチャプンチャプンやんみたいないや本当本当毎回何で牛乳飲んでんの、はい、あなたこういうの、海外ではココナッツミルクはあるんですけど日本ではココナッツミルクはあるんですけど一応物があって気休めですよねお腹をあれよで、その次に、なんとかサワー頼むねちょっと待ってよ女子じゃあもう、その牛乳で割ってミルクセーキで飲めよっていうのがあるんですよ、僕からするとねだからサワーを飲んでる人はお酒を好きじゃないのかな、みたいなねなんかもっと、松林さんはどうやって飲むの水割りですよね、水割りこう言われたよねそうですね僕なんで焼酎好きなのかって久保君のお父さんが合気道やったらいつも日曜日はその後久保君のお父さんのびっくり料理を食べさせられるというかあれでなんか道場の人がだいぶ減ったような気がしてならへんねんけどその時にいつも飲みましょう飲みましょうって昼間から飲んでたんですよ酔いが覚めてから帰ってましたということにしてくださいほんですごい濃いの作って、ね、これ飲んで飲んでなんかだんだんねなんかあ楽しいなこれってみたいなだからもう変に味がついてる飲み物はいろいろ考えなあかんわけやワインとかさどうぞみたいな持ってこられる時あるやんかって日本語で書いてないしこれみたいななんかあるでしょそんなどうすかみたいなちょっとこう入れられて飲んでみたいなそうなんかね、あそこでなんかさも分かったら、お、美味しいですね、みたいな嘘をつかんとあかん自分も嫌やんあれ、焼酎でないよね、あんな、なんか確かに、で、最近は僕はウイスキーのソーダ割りを昔から好きだったけど、なかなかあんまり飲めなかったけど最近缶チューハイみたいな感じでウイスキーのソーダ割りがあるので家で作ったら大変やけど、缶で買えるしまあ、やっぱり痛風になったからビールをそんなに無尽蔵に村林君たちと行ったサンモータウンのコンサートでなったんですけど、はい、本当に怖かったんで、はい、なんか焼酎はで、セルフ給油みたいな感じで、その焼酎入れてお湯入れてグーッと飲んで、オッケーみたいな、時間差で寄ってくるよね、これみたいな、なんか、絶対すぐキッチンドランカーになれるわ、俺なんかみたいな、って感じですかね。じゃあ次、赤尾さん。海外ではハリケーンが上陸したそうですが、なんか先週のネタやから。
日本で三重県は地震も災害も今のところなく仕事ができることはいいですよね。だからどうしたらいいのかなみたいな。エッセイかこれはみたいな。なんか振ってください。あ、そうか。2番目。最近私はグルメスポットへ行くことにハマっているのですが、社長おすすめのスポットを教えて。本当にね、忙しくてね、どこにも行けない。もうコンビニも最近行けなくなったんで、もう。松坂駅で電車乗るときに高架のとこにあるコンビニでランチパック買ってるのが関根山ですね。ランチパックのツナマヨばっかり買ってますよね。具のないランチパックで出したら売れへんかなと思ってね。端っこのつまんであるところが好きなので、うまいっす、あればっかりのランチパック。その代わり3枚入りって出せるから具なしランチパック中からなんですか。だから3枚だから潰れたところを、うん、硬くなった、そうそう、アップルパイでもなんか下のなんか焼けきってないろうそくのみたいなところうまかったな。そうなんですか。全部プレスしてやろうがいいんですか。プチャー、まあ、それはちょっと味ないですよ。ただせんべいやつ。おすすめスポット本当ね、だから本当僕の食生活すごい本当貧しいですよね。ちょっと貧しい話しますけど、秋葉原に替え玉が2玉まで無料なラーメン屋があるんですよ。なんていうの、この博多ラーメンみたいなやつ、2玉まで無料だとなんか2玉に挑戦したくなるんですけど、2玉食べると本当気持ち悪くなるっていう、そういうところですね。みんななんかつみれのラーメンが美味しいとか、つみれか、船林くんみたいな人がいるんで、見たことある？あります、あります。似てる？めっちゃ似そうですね。あ、そう。めっちゃ正義感って。なんかこれで君花びらだけ飲んで、いまいちなんか、そうね、なんともない。まあ、今も飲んでくれてる？今も飲んでます、僕、ね、はい。まあ、ちょっと、まあ、で、食事中なんであれですけど、うちはよく出るじゃないですか。まあ、出ますね。うん、社長と同じ商品ですね、うん。もうちょっとつけてもらおうかな。そうですね。うん、はい。新しいやつを、あれ、私、まだもらってないですね。黒、こう。ちょっと花びらだけ、あ、黒子工房ちょっと飲もうか、うん、それで花びらやめてもらいます。だからまあしばらく花びらを続けてからにしましょう。そのなくなったらまた教えてもらって次のやつがあるんです。もうやっぱり肉、もうちょっと渡してな、花びら、はい、うん、はい、グルメスポット、本当スポットで、三重県で言うと本当にいつも僕は北遊のラーメンが食べたいなと思う時もありますが、本当に何もかも行けないまま、王将の餃子が食べないなと思いながらも行けないまま、本当にもう何か諦めなあかんいうことで食生活をちょっと諦めてますね、僕はね。だからもうよう社長さんとかに誘われるんですけど、もすっごい嫌なんですよ、僕。だからセルフ給油なわけよ、僕からすると。あ、もうそこもなんか1分ぐらい飲みますみたいな感じで、ほんならもう次のことできるじゃないですか。だから食事に時間をだったら漫画を見ながらスコーン食べてる方が幸せみたいな、かっこバーベキュー味で、あれ食べた後スマホ触ったらスマホがザラザラと動かへんようになることを発見しましたみたいな、こういうことならいくらでも語れますけどね、うん、チーズ味買うより絶対バーベキュー味やろみたいなね。スコーンの重さが好きね、わかる？小池屋スコーン、もう俺の中で一番美味しい食べ物は小池屋スコーンバーベキュー味。ハッピーターンを超えてるんだよ、重いね、なんかずっしり。コンビニちょっと濃いめなんじゃないですか。とかみんな濃いめなの、バーベキュー味。あれはなかったっけ、なんか倍濃い、超濃いみたいな、なんか。あ、そういう。コンビニあるんですよ。ポテチとかのやつよね。すみません、ちょっと今小池屋スコーンの話。小池屋スコーン。スコーン。スコーンの。はい。うまかった。それは。てかもう今のでもいい。だからスマホがザラザラなる。壊れたガラスに触ってるような気持ちになってる。ですね。君どこがあるの？いいんですか。私は伊勢で最近ちょっと前にできた前山の方でこの辺りで大学生もらったフーディーっていう、えフーディーの喫茶店。喫茶店、何が美味しい？一番パスタとケーキ、デザートが。五右衛門よりうまい。五右衛門ってあるやんか、名和ジャスコにある。あ、食べたことない。あそこのなんかカルボナーラとか美味しいですよ。あ、昨日ね、そういや食べた、公園でちょっと連れてくれた、三重県の総合文化センターの降りてきたところに、黙々 の、 自然食バイキングがあるね。豆屋さんのもうちょっと豪華にしたやつ。
もうすごい、せやのになんか5分ぐらいしかそこにおられへんかったから、泣く泣くそのゼリーだけ食べて出てきたんやけど、目は中で公園せなあかんかったから、それで、それ良かったですよ。黙々の自然食レストラン、ランチで。豆はもうちょっと豪華にした感じで。はい、次行きましょう、頑張りましょう。社長は僕の中でスーパーマンの様に思います。あ、ように思いますね。毎日忙しいスケジュールですが、必ずこれだけ行っている筋トレ等を毎日した方がいいと思うことがあるら教えてください。また元気です。一応、腹筋を50回、腕立てを50回、それから、なんていうか、スクワットを50回、それから、屈伸筋トレ、それはやってますね。すごいですね。そんなの、だって、これもすぐできるよ、そんな。10分もかからへんし、朝ズバ見ながらやってるだけだから。お風呂上がりしたらええ言うけども、お風呂上がりそんなめんどくさいから朝起きてやってますけど、ね、なんかちょっとそういうことをやるといい。元気の秘訣はですね、あまり先のことを考えないことです。先のことを考えるとしんどい。昨日買って津で講演して、明和町で講演して、で4時半からここからで全国大会今度出るんですよ。ネットワークビジネス、何だっけ、パートナーシップ大賞の全国大会に選ばれたんですよ。すごいよ。全国から選ばれた 6つのチームと、電通、それから三菱地所、リクルート、それから三井住友、SMBC と番協で戦う。すごい。全部5000億以上企業ばっかりです。すごいとこに来ましたよ。今度は孫ジェル娘と僕と出会うんだけどね。まあ、岸川さんは青森っていうか、まあ、2人しか出られへんから、ついに全国レベル の, CSR 企業と戦うという。ハマってること、岩盤浴。まさかのベスティンの話をこうする。岩盤浴って何なの？板が熱いの？いや、なんか、石ですかね。石が、それは石は、その上にシートを引いて、それで寝転がって。お風呂でね、同じなんじゃん。それ温度がいろいろあって、9部屋あるんですけど、雪が降っとる部屋やった。雪降ってんの？クールダウンさせるのに、すごい暑いところも入ったりとか、クールダウンさせるのに。雪とちゃうんじゃん、人工雪ですけどね。人工雪降ってんの、はい、それいいね。どこで？鈴鹿のレルシティ。レルシティのなんて名前？レルシティ、花勝負。花勝負。はい。ロックタウン、ベルシティの隣にあるとこなんですけど、フィルトルやらいろんなとこがいっぱいあるとこやね。2時頃までやってるもんで、もう漫画も中で読めるもんで、はい、君そんな家庭持ってるせいでそんなことしていいの？奥さんと一緒に入れるもんで、お風呂それぞれ入って、いや、あんな行った時なんか出る時間がバラバラでものすごいなんか腹立ってたりせえへん。てか俺の方がいつも遅いみたいなね。頑張役は一緒に折れるんで。え、服着てんの？服着ます。浴衣がちゃんと着てられた。昔はさ、滝の湯とか行けてたのにな、ほんまに行けなくなりましたね。なんかほんまみんな俺がすごいきらびやかな生活してると思うけど、ものすごい一日俺と一緒についてったら、え、こんな毎日なんですか、いうぐらい、もう、そういう、ないですよ。ほんま、黙々とフィギュア組み立てたりとかさ、次終わったらこれなんか曲書かなきゃいけませんわとかね、これ練習しなきゃいけませんとか、はい、これやってみたいな。メルマガをあれだけのボリュームで書く、すごいっすね。ねえ、ほんま。なんかすごいいいこと書いたやつにいいねが少なかったりするのはなぜっていうのは思うけどね。ですね、だから、まあ、これもこういう時期でしょうということで、だって、だから本書いたり出したり、CD 出したりするからこんなことになるやろな、思います。はい、山口君。今後の日本の経済、製造業はどうなっていくと思いますか？どんどんダメになると思います。製造業は国の支援がないと発展しない。製造業、農業も含めてね。物を作るっていうのは、その国の、あ、これも食べてくださいよ。国の力が全てないと、例えば、海外から物を仕入れて売るって、実は何もしてへん商売。まあ言うたら、横へ流したりとか、それから、なんか店に並べたりするだけでも、製造業って国内でほとんどするでしょう。そういう風な人たちになると、国内でやろうとするとものすごい 国自身のパワーが高くないと続けられない。だから日本の国の製造業の
法人税とかそういうふうなものをもっとこう下げていくような工夫をしないと海外の方が優遇されているから、それでその海外に勝てなくなるに違うかなという気はしますけどね。今日も午前中来てたその新日本工業の後藤君は、まあ、機械のロボットを作ってロボットアームを作って、彼なんかは中国にも工場を作って中国の内需でやってる、うん、うちもだんだんそっち行くんちゃうかなという気はせんでもないですけどね、まあ、薬はまだ日本の国でシェアが伸びてるからやけど、全体的な製造業で言うたらもはやもう海外でビジネスができない会社はおそらくこの20年ぐらいの間でなくなると思いますよ。だから日本の経済自体は、そして製造業を大事にしない限り意味がない。これは僕の先週フェイスブックに書いたけど、内需拡大っていう意思もあるけど、内需っていうのは家族でご飯をおごりやってるもんなんで一周回ったらなくなるかも。そうそう、メイドインジャパンよりメイドバイジャパン、日本で作られてるものをメイドバイジャパンという表示をして、あの消費者がそれを選択するように、海外で作れたもの、日本で作ったものを買いましょうという形にしないとダメになると思います。冬バイクに乗るときに最も動きやすさと暖かさのバランスを抑えた服装の組み合わせの追求、どういうものですか。例えば、まあ、あのインナーっていうのは種類がいろいろありまして、こう体から出る湿気で発熱する、あー、ゴアテックスみたいなやつ、まあ、これは最近ね、あのユニクロとかでよく見てるんですけど、シートとかやっぱりあの、でスキーとかだと体も動かすんでいいんですけど、バイクだとずっとじっとこう風に耐えてるだけでどんどん冷えてくる、うん、まあですのでこうね、まあそのどういう服の順序で着ていったら一番風を防げて冷えにくいかって。ああなるほどね。今ってバッテリー式のベストとかグローブとかあるやろ。それをねちょっとね、あの何ですか、探しとるところなんですけど、確かあったよね、今なすごいやつ、グローブとベスト、ね、で電気の食い方がやっぱりね、こういろいろ揃えていくとどんどん電気を食ってくる。それでどう単車のバッテリーがあるの。単車バッテリー、あ、そう、あーすごいな、乾電池じゃなくなってんの。てかもう冬に乗るのやめればいいじゃないですか。冬には冬のことをやればいいんですよ。太陽光でね、寝とってこう充電してとか、夜走る、そうか、そうか、もう夜とか走る方がいいや。夜はね、とかお酒飲んで走ったらいいや。死ぬね。背筋がそんなに、そうだね、よかった。岡村翔太郎君、岡村翔太郎君、社長が企業経営をなされる上で従業員に求めるものは何でしょうか。明るさです。明るさと軽さ、暗い人が嫌い。もう最低日垣君、最高は誰やろな、小塩君。小塩も暗いけどね、でも暗さでもいい暗さと、ね、悪い暗さ、それはあるんだよね。そこはちょっといろいろ考えて、だから ABCDEF でなんかそのいろいろやって稽古さんがされてて、 A は悪魔じゃ、悪魔は D ちゃう、デビルちゃう、その人の要素を全部足していって、その5つぐらいの串団子にして僕らだけ楽しもうかいう話でね。例えば宮崎君、村林君って天使系だよね。はっきり言って天使。うん。田畑君はあの真面目と悪魔と厳しいの3つが入ってるぐらいですよね。3つも入ってるんや。そうで、ソメダン君はあの B、ブサイク。いやいや、B と S、ブサイクとスポーツと、真面目。この3つぐらい、みたいな感じで、いろいろ。その人にも良いところはあるけれども、大事なのはやっぱりコミュニケーションができないと集団で仕事ができないので、やっぱり思ったことを人に伝えられる能力が一番大事で、できればそれをはいっていう、そういう気楽なタイプじゃなくて明るくね、もう楽しくやって、僕はいつも全体集会でやってるパフォーマンスはそうでしょ、まあ、やりたことやってるじゃない、もうすっごいいやいややってるんだあれ、ほんまに。そうそうそう、例えば岩田君は人間が悪いけど、だからお客様も相談室で耐えられるわけ。あ、うん、おい岩田、ほんまにね。悩む人だったら本当に悩む人ね。そう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 。あ、でもあのお父さんとの関係とか松井さんの関係すごいいい話じゃない。お父さん家に閉じ込めて放火したんやったって。だから僕は経営者としてあらゆる人間のタイプの
あの可能性を全部追求する能力はありますが、あえてそれは使わない。僕がやるのは明るくて楽しいパフォーマンス。だから明るさと素直さ、すごいシンプルな答えだけどいいかね。そうしてやってください。あと君にある可愛さを追求した方がいい。俺はあの可愛い顔してだから可愛い、いい顔の人好き。だからもうぐるっと回って染谷君もなんだか可愛く見えてきたよね。なんか一周ぐるっとなんか回ってみたら可愛いやん。なんかいつも恵子さんが言ってたけど、この間あのインフルエンザあの注射を受けに下部に会社行ったら染谷君が横でずっとニコニコ笑っててくれた、言って癒しの気持ちになった言って、そうそう、そっからそれ作ってきたよね。 ABC の B バーみたいな、そこでずっとで一例として染谷君を下に書いてたよね。B から始まってますね、それで。B はバカっていうのもあるやんかいう話で、ね、バカで可愛いみたいなね、あのピークとかねありますけども、あのじゃあその次、とにかく明るさと素直さね。今写真を撮るのが趣味なので休日は撮影に行ったりします。主に風景写真。どんなカメラ使ってんの？一眼レフ。お、すごいな。どこの？イオスキスか。キャノン。キャノン。はい。イオス。イオスです。ああ、僕もイオスです。俺はフィギュアの写真しか撮ってない。でもなんかスマホで撮るようになったからスマホばっかり撮ってますけどね。気軽。結構綺麗に撮れるようになったんでね。ズームもできるし。なんかもう首から下げてる自分がなんかしんどくなってこい。何このブラブラワーみたいな。首から下げない。そこは下げない。下げへんの？いや、もし落としたらどうしようとか思わへん。いや、それは大丈夫。大丈夫な。もう一言欲しいね、なんかね、そこに。今、こう来てこうして、一個行ったら一個返す。もう二個ぐらい返してくる感じ。もしくは、コシオみたいに、全体週間に休むみたいなね。そういう方がいいのではないかなと思います。あと、タバト君だけでよかった。タバト君、はい。今、社長が読んでいるか、面白いと思う漫画、アニメを教えてください。そうですね、今のヤングブラックジャックっていうのはすごく面白いですね。あのあそろそろ漫画回収に来てみたいな感じであるけど、できたら段ボールも回収に来てみたいな、あのステップワゴンで取りに来れるようなあの量やから、ステップワゴンで取りに来て、あの、まあ、とりあえずあの段ボールだけ今日取りに来て、で漫画をまたちょっと、最近ブラックジャック、光と影を表した感じがとても好きです、社長。僕も漫画で好きな漫画ブラックジャック、なんとすごい手塚治虫が1967年から77年までやってた漫画雑誌コムっていう雑誌全巻買ってきました、漫画だけで。え、その雑誌ですよね。雑誌このぐらい、へえ、すごい。45年前の雑誌、それを昨日から読んでます。何が載ってるんですか、手塚治虫で。その火の鳥が全部連載されてる、そのコムの雑誌。途中で手塚治虫の虫プロが倒産したんで亡くなったみたいなんですよ。すごい、ね、すごいですよ。ブロードウェイか受かることですか。いや、あの名古屋ですか。名古屋、はい。じゃあ、あの今日の一曲ということで、今日の一曲、あと15分あるかな。毎回新曲を披露するということで、新曲を披露しても、でも村林君がいるから、じゃあ新曲をちょっとやってみようかなという気持ちもありますので、じゃあ多分これをコピーしてきてもらおうかな。両面コピーで、そんないきなり聴いた聴いたもんない曲をベースで弾くのはちょっと難しい。そうですね。じゃあ1曲目はねえ、山崎さん食べて。今回の誕生会ね、ギターの2人に。こっち聞きます？ここへ。カメラ君、ちょっと僕ら2人があの映るように画角を調整しろ。訪ねてもいいかいという曲を聴いていただきます。この曲はあの川島英吾さんが1970年代に、発表された歌です。一応その、
物語的にちょっと解説しますと、はい、多分、彼、まあ、若い男の子だと思います。若い男の子が自分の、まあ、彼女か自分の好きな人を思って歌っている歌だと思われます。この彼女は何かあの苦しいことがあったためになんか一人で部屋で泣いています。そしていつの間にか眠ってしまって、その彼女が目覚める、その時に彼がその彼女をどうしたら励ましてあげれるだろうかということについて思った歌です。僕が18歳の時に聴いてすごくいい歌だな。2人とも映ってるのは大丈夫ですか？
新曲歌ってますか、ね、悲しみの向こうには明日が待っている。全部続けていきましょうか。はい、走ってください。あ、これ彼にはなぜない。聞いてください。悲しみの向こうには明日が待っているで。どのくらい続くんですか。
今日は2回です。はい、じゃあ。どうどういいいいいいですか。来た来たなんか。来た。来た。純愛トゥルーラブ。トゥルーラブ。長いんですよこの歌ね。7分半ぐらいあるんですよね。今7分半ぐらい。ちょっとね、声が伸びるようになられたラストに言うわけじゃないですか。ちょっと歌が上手くなったってことね。すごい伸びる。あ、そうですか。なんか希望の道でもやりますか。やりました。裏にあるから、はい、まあ歌手は上手くなりません。プロの歌手になったんですから。そうなんですね。久々ですね。ワン、ツー、スリー、ゴI'm not afraid to die.
ありがとうございます。ありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、楽しかったです。言う高くな、あんかな。素晴らしいね。ちょっと止めておきましょう。